なんでお二人はコンビを組むことになったのか教えてほしいです。あーマジで、ね、すごい。最初はでも1年の冬とか、そうね、一昨年の1月1日ぐらいだったね。どうやって組んだかちょっと定かじゃないよ。そうね、いつの間にか。でも遊びには行ってたな。そうそう、遊びに行ってて結成秘話みたいなのないんだよね。すごい冷めたな。作る、そう、それ作った方がいいと思うで、80人しかいないから最悪バレないからマジで一番感動するやつですよ。そう、いや俺の病院でだって死ぬことないね最高だ最高だそれ。親にこれいけるって。いや、なんかトミーどこ病院、どこどこ病院。あ、俺マレーシア生まれよ。お互いスポーツとかやってて、なんかその怪我しちゃって、なんかもうできない。あスポーツができないんだっていう二人がこう同じ人になって、あ、俺が今何すればいいんだろうって時に、なんかそのたまたま見てるテレビが同じで、めっちゃいい、ダウンタウン好きなのみたいな感じが。どっちもやろう。いいよね。どっちもやろう。どっちもやろう。で、もう行ってなって、お前どこ病院。聞くそれ。お前どこで生まれたか聞く。何産婦人科で生まれたかっていうことを聞く。コンビ名なんで水たまりもんなんですか問題。それもうめちゃめちゃ聞かれたじゃん。で俺らさ冷めた感じでさ LINE でさ一言ずつ送って終わりにしちゃったじゃん。でその時は別にもう名前が必要だからつけたってだけだ。ね、直近のライブ必要だからつけただけで。本当はなんか嘘ついた方がいいな。そうなんだよ。そうなんかお前あのね、あのミスチルのなんかのミュージックビデオでなんかそのミスターアダルトっていう人たちがなんかその頑張ってたけど売れなかったみたいなのを流して、そのミスターアダルトがその解散した時にフッて投げた紙をあのミスチル の, あのすごい人が拾って、で、あ、ミスチルミスターアダルト、この人たちのその、の敬語をつくじゃないけど、俺がそうなっていくみたいな、あ、ミュージックビデオだから多分嘘なんだけど。あで、そう下に出るその、何月何日ミスターシュートで結成みたいな。ああいうの欲しいよね。じゃあミスター、いや、ミスターゲットオムライスにこだわりはありますか。お前へのすごい卵の焼き加減、ケチャップかソース派か、理想のオムライスを教えてほしいです。で、その顔文字が。あるじゃん、これ。いや、分かるよ。見せてくれ。結構食べに行ってるじゃん。どういう基準で選んでるの。いや、でも調べる。評判持ってる。でも調べるけど、大体やっぱふわふわのやつが上の方にある。あー、やっぱそっか。昔ながらの洋食屋さんがあんまふわふわそうじゃないやつって思ってたんすよ。そうするとすごそうに見えるじゃん。そう、すごそうに見える。そういうところはそれでも OK。 うちはそんなもう、なんかアボカドとかエビとかに群がってるじゃん。うちは、昭和からこれ一本でやってんだよっていう。出す時もトンパふわふわなのに。ふわふわじゃねえんだよ、それ。違うよ。違う、ドンってやった時に崩れないためにふわふわにしてないんじゃない。最初のこだわりで崩れない。でもあれ感動しない。なんかこうオムレツみたいなのが乗っててさ、で、わかるよね、こう、うん、こう、うん、運動もちっちゃいですよ。あれの歌いやぞーってやってオムライスに入ってる人、オムライスの人がもうそれで進んで食べ物をそうやって見える。言うならば、言うならば、そうやって見える。ラ
ーメンはこう。こうやってやってる。それは作り方だね。